夏物のもう着古したスレスレのもうなんかもう網タイツとかもうボツボツで着れなくなった網タイツと、もう擦り切れに擦り切れたパンツ、うん、パンツを新しくドンキで10枚買って全部捨てた。パンツボトションしてないよ、ボトションしてない。車で1回で済んだの、1回で済んだよ、うん、1回に全部詰めて全部捨てた、うん。レイタン服毎シーズン買うタイプでしょ。いや、レイタンは2シーズンぐらい使う。ただコートとかは割と5シーズンいっちゃうね、うん。コートとかは流行り物じゃなかったら5シーズンいくね。でも靴だけはね、靴だけは1シーズンで捨てる。その場合ね、もう2000円のズック、だいたい2000円のズックとか2000円ぐらいのサンダル、ブーツも1500円ぐらいのやつを買って毎シーズン履き潰して捨てる。その方がいいかなって。もったいなくないよ、あんたバカね。聞きなさい、汚ねえ靴は心の乱れよ。靴ってのはね、洗っても汚れはなかなか取れへんねん、なかなか取れへんねん。だからズックは毎シーズン捨てた方がいいの。だから安いのを買う。可愛くて安いのからズックって言うよね。え、クックとかズックって言わない？クックはさすがに赤ちゃん語だけど。え、ズックって言わないの？え、もしかして皆さんあれかしら、もしかして君たち上着のことをジャンバーって言わない人？もしかして君たち冬とかに着るシャカシャカの冬に着るシャカシャカのシャカシャカのアウターのことジャンバーって言わないタイプ？ジャンバーって言わないなんて、あんた本当に日本に住んでるのかしら？とっくりとも言わないわ。え、ジャンバーって言わないの？ズボンっていう、もうズボンは言うでしょ。ズボンは言うんじゃない？ズボン、ズック、ジャンバー、その辺は別に言うんじゃない？ジャスコとサティでか、私意外と島村よ。私意外と島村 GU、島村 GU のローテーション、そう、GU とかね、3000円の服高いなって思うんだけど、ネットに流れてるアニメのコスプレとかは3万とか普通に躊躇なく買っちゃうタイプ。安いじゃんって。あれ、安くない？このアニメのコスプレ3万なんだけど、ん、安って買っちゃうけど、 GU の3000円見ると高いなってなっちゃう。あの感情何なんだろう、あの感情何なんだろうね。コスプレは好きけど、レイタンはコスプレしたい。おうちコスプレだけね。みんなの前ではコスプレしないかも。レイタンお胸が大きいからね。レイタンお胸が大きいからちょっと入らないからね。お胸が大きいからレイタンは。見てこの高慢な父を。GU は1000円以上高い。え、GU ってさ、安くない？基本。なんか GU の服で私結構固めてるんだけど、だいたい1000円ぐらいで買えちゃうんだよ、服が。うん。で、なんか、インナーとかだと500円とかある。で、パンツも4つで1000円とか。GU でどれだけお世話になれるか選手権しませんか？え、やりたい！え、みんなさ、GU でさ、服買ってさ、一番おしゃれな GU を決めるっていう、選手権したら送ってくれる？首から下で。え、送ってくれる？GU 選手権したら。